今のね、新しいお家が建つ前に、仮住まいでアパートに住んでたんですね。なんかやっとなんか取り壊して新しいお家建てれるねとか言ってちょっと安心した気持ちでアパートに住んでたんですよ。なのでちょっとこうなんかこう片付けとかいろいろしに行ったりとかして、疲れたなっつってえっと夕方ぐらいになってちょっとね、本格的に寝なくてもちょっと横ベッドに横になろうかな、横になったんですね。そしたらね、なんか不思議なことがありまして、一種の金縛りみたいなものなんでしょうか。意識はあったと思います。それに寝てなかったの、ぐっすりとはっていうか寝てなかったんで、本当なんかベッドに横になってた程度で、部屋の空間はちゃんと見えてたんですよ。だから寝てるという自覚がなかったの、空間が見えるから。横になってる時の空間が見えてたから、全然なんか寝てるっていう自覚がなくて、夕方で母に呼ばれたんです。トントントン、名前でトントントン、ご飯だよ、トントントン。でなんかこれに気づいて、ハッと気づいて、わ、今行くっつって、わかったっつってたんだけど、なんかこう空間がちょっと明るくなってフフッ、おーみたいな、あれ私ちょっと寝てたのかなみたいな、いやでもなんか起きてたよなみたいな、あれみたいな、一種の金縛りですかね。ちょっとだけ再現します。こんな感じの視界です。ちょっとぼやけてるけど、なんか部屋の風景が見えるっていうか、でお母さんの声で、お母さんのね、なんかご飯だよっていう声で、なんか目覚めたみたいな、なんつうんだろうな、視界が元に戻ったって感じの。お母さんの声で、なんかちょっと眠ってた頭が起きて目が覚めたみたいな、
そんな視界、普通の視界に戻ったんですよ。こういう普通の明るい視界に。夢だったんでしょうか。普通に、不思議でした。なんていうかなっていうか、夢とも思えない感じの夢だったんでしょうかね。で、ネットで、なんだっけ、ツイッターじゃなくて、X の方で、ちょっとそういうことがあったんだよ、みたいな。まあね、リスナーがあんまり少ないからにも、ちょっと、投稿、ツイートしたんですよ、こういう気持ちを。そういうことがありました、みたいな。魂抜けたんじゃねみたいなこと言われてある一人の人から、ついツイッターさんっていうのかな、リスナーさんっていうのかな、あれこれ魂抜けたんじゃねみたいな。本当なんか魂が抜けて、なんかお母さんの声で、なんかこう魂が帰ってきたみたいな、戻ったみたいな、体に戻った感じの感じが、正しいなんか言い方かもしんない。でもなんか、と思って、ほんとなんか、もう一回言うけど、魂Cがちょっと抜けかけててお母さんからの、お母さんの声でなんか、自分の体に魂が戻ったみたいな、そんな感じの体験をしました。不思議だったな。なんとも言えない感覚でした。怖いというより、今何みたいな感じでした。時間帯的には夜の6、7時ぐらい、7時半ぐらいの時間帯で、今のなんかお昼時なんですけど、今撮ってるの今の時間帯ではないんですけど、こういう経験をしたので、ちょっと話してみたくなりました。不思議でした。でもなんていうか、人間の体の、なんつうんだろうな、脳のバグなんでしょうか。バグ、でも相当疲れてたんですよね。私だけじゃないと思うんです、疲れてた。もちろんなんか家族と、みんなと一緒に協力して、なんかお金出し合って、なんかこう、もうなんか長年培ってた家を壊して、なんかこう荷物とか運んだり、ガラクタを集めてなんかこう処分したりとか、いろいろしてたので、めちゃくちゃ疲れてて、そんな経験をしてしまった、体験をしたんじゃないかって自分でも思います。なんか、抜けたっていうよりかは、なんかこう、寝てる自分を上から見てるんじゃなくて、なんかこう、抜けかけてて、ちょっと抜けてて、なんかその場に留まってて、なんか、戻ったって感じ。これも一応なんだろうな、不思議な体験として
感じててもいいんでしょうか。ほんと不思議でした。睡眠もとってたつもりだった。私病院から処方されてる、眠剤をちょっと飲んでるんですけど、その時は私なんかこう体に悪いと思ってずっと飲んでなかったんです。それもあんのかな。なんか眠りが浅かったからゆえに、なんかこういう脳のバグみたいなのが起こってしまったんでしょう。今でもなんかあれは一体何だったんだろうっていう。気持ちにもやがかかっております。多分なんかこう本当にあれかな、あれ金縛りに近い何かだったのかな。不思議でした。っていう話をしました。話でした。終わります。大した話じゃなくていつもすみません。母の呼ばれ方っていうのかな、呼び方っていうのかな、ご飯だよっていう声も、声が、徐々になんか遠くから聞こえてきて、徐々になんか近くなっておき、なんかこう気づくみたいな、そんな感じでした。なんて言うんだろう。ご飯だよー、トントン。ご飯だよー、ご飯だよーみたいな、ご飯だよー、はい、わかったーみたいな、急いで。そんな感じです。なんとなくわかってくれると、口っていうか話し下手っていうか説明下手ですけど、なんとなく、あ、そういう感じだったんだっていうのを分かってくれれば嬉しいです。本当なんかきっと知らないうちに寝てたんだよみたいなこと言われても気持ち的に納得いかなくて。無理やり納得させていってる感じです。あ、きっとなんか寝てたんだな、あ、私疲れてたんだなみたいな、そんな感じで、私と同じ経験をしてる方ってきっといるんだろうな。なんか体調悪かったのかなっていうなんか話でした。終わります。何言われても多分説明つけられないから、納得いきません。何だったんでしょうか。説明があるっていうか、こういう脳の機能でそういうことがありますみたいなことを言われたら、多分ああそうなんだって納得するかもしれないけど。
なんか説明がなんかこうなんて言うんだろう、説明がつけようがないから調べてもわかんないしみたいな、なんだったんだろうなっていう、納得でき、なんか金縛りだ、魂が抜けただ、なんかこうきっと寝てたんだよみたいなこと言われたとしても、なんか納得が いかなくてちょっと困っております。なんか体調の不良なんでしょうか。私目開けて寝てたのかな。